穴蔵です。唐揚げ専門店ってどうなんですかね。ここ数年ですかね、唐揚げ専門店ってポツポツできてるじゃないですか。できちゃね、一応ね味見したくてね買って食べたりしますけど、どうもね2回目がね個人的にはないですね。大してうまくない、ぶっちゃけ。独自のタレだとかそういう味付けしてるからね、なんかそんな魅力感じないですね。で安くないじゃないですか。その割にはね自分はあまり好きじゃないですね。まずくはないけどうまくもないみたいなね、下手なね他弁屋の方がねよっぽどオーソドックスな唐揚げでね美味しかったりしますね。まあこのご時世テイクアウトも見込んで店がねできたりしてんでしょうけどね。いやこの間買ったね、弁当で買ったんですけどね、唐揚げはうまくなかったですね。その前もね他の店でもそうでしたね。まあなんだかんだ言ってね、まあどこの家もそうかと思いますけどね、家で作る唐揚げがね一番うまいんじゃないですか。やっぱりちょっとレモンかけたりね、からしで食べたりね、それが一番美味しいかなって感じですね。片栗粉でねカラッと揚げて外がカリカリしたようなね、それにねちょっとレモンを垂らすみたいなね、まああのねしつこいような食べ物でねさっぱりレモンっていうのはね、自分的にはね好みですね。まあできればねからしでもっとねさっぱり食べたいって感じで、まあ外のね外食なんかどこもそうですけど、まあどうせ海外の鶏肉でみんなね家庭で作るやつは国内のね鶏使ったり気を使ってるでしょうけどね、まあ外食はねなんだかんだ言ってコスト考えますんで、黙って海外の使ってますよ。ファミレスでも何でもそうですよ。材料はね海外から安いものを輸入してできるだけね安く提供するためにね安いものを使ってるんですよ。前ねファミレスでまあ段ボールにね某アジア系の国の名前が書いたねネギの段ボールの箱があってね、有名店ですよ。それ見た時ねやっぱこの加工品だったらまだわかるんですけど、食材そのものもねネギですから、ネギレベルでも結構使われてるんだなと思ってね、まあちょっとね調理しちゃえばね味なんかそんなわかんないですからね、ネギなんか。まあ外食なんかそんなもんですよ。美味しいか美味しくないのっていうのはありますけど、まあ材料なんかねそんなよっぽど高級店じゃない限りね、ちょっとスーパーでね、ちょっと買うのをためらっちゃうようなね食材を普通に使ってますからね。まあそれにしてもね唐揚げ店がねこんだけ出店するってことはね需要があるからなんですよね。で今日の体調はですね、今日はね暑かったですよね。でやっぱり気温が上がったせいかね、ちょっとだるいっていうかなんかパッとしないなっていう感じの体調でしたけど、まあそれでもねえらい悪くないって感じでしたね。ありがとうございました。穴蔵でした。